レルヤ感謝します。第三礼拝を始めていきたいと願います。私たちこの場所にイエス様に植え替えてお一人お一人集まっているかと思います。アメンでしょうか。アメン。イエス様に植え替えていますでしょうか。アメン。今日イエス様と出会いたいでしょうか。アメン。アメン。その心を持ってどうぞ立ち上がってくださり、共にイエス様の御前に私たちの心を注ぎ出していきましょう。しばらくの間私たちの声を上げて、私たち自身の植え替えを持って主をも呼び求めていきたいと願います。もっと深く知りたいです。一番のハレルヤを主の御前に捧げて、さらに臨在の中に入っていきたいと願います。いきます。3、はい、ハレルヤ、ハレルヤ、主あなたを礼拝いたします。主あなたに全ての礼拝を捧げいたします。イエス様、ありがとうございます。主を仕上げた新たなキリストの御前にありますように。イエス様、あなたは今日求めます。イエス様、あなたに期待いたします。感謝を捧げることは素晴らしい喜びがある。主は傷ついた心を癒し包む、みんなで思う。もう一度感謝を捧げる。感謝を捧げることは、そうです、素晴らしい、素晴らしい喜びがある。主は傷ついた心癒し包む、清いみんなで思う。みんなを、みんなを褒めたたえよ。我らの感謝を救い主イエスに捧げる。とこしえに続くその憐れみのゆえに感謝を捧げること喜びがある。主は傷ついた心癒し包む、清い皆でを。アメン。もう一度感謝を。感謝を捧げることは素晴らしい喜びがある。主は傷ついた心癒し包む、清いみんなで思う。みんなを、みんなを褒めたたえよ。我らの感謝を救い主イエスに捧げる。とこしえ
包む清いみんなでを最後に感謝を感謝を捧げることは素晴らしい喜びがある。主は傷ついた心癒し包む清いみんなでを
様、あなたは誠に命の光なるお方、私たちを救うためにこの地にお生まれになったことを覚えてありがとうございます。アメン。私たちのその罪のためにご自身の命を捨てて私たちに愛を示してくださったことを覚えてありがとうございます。アメン。その愛のゆえに、その十字架の贖いのゆえに、主よ、今日もあなたご自身に私たちは全てを持って応えたいと願います。どうぞ主よ、今宮清めのシーズンにありますけども、今一度私たちの内側にあるものをあなたご自身が照らしてください。今まで私たちがこれが正しい、これこそが絶対に真理だと思っていたものさえも、一度私たちは全てを明け渡します。主よ、私たちの内側に混ぜ物があるのであれば、それを今この時照らしてくださって、どうぞ私たちのうちに宮清めを、私たちという宮を、主あなたご自身が清めてくださいますようにお願いいたします。私たちには光が必要です。私たちは私たちの内側から光を生み出すことはできません。私たちは闇の中にありますけども、主あなたご自身の光に導かれて、私たちは完成へと導かれることを覚えてありがとうございます。今この時、主を上から光を私たちに照らしてください。どうぞ私たちの深い領域に触れてくださって、今日私たちの内側を作り変えてくださいますようにお願いいたします。今それぞれ主を求めて祈っていきましょう。おー、焼きあらら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 ところに触れてください。見前に祈る十字架の
血潮で清められて御座の前に行こう。顔と顔と顔を合わせ、あなたに会いたい。誠の聖所で、あなたを私は主の宮、私は主の宮、私は主の宮。Thank you.
주 너머로
今主の御前に行き、私たちはすべての栄冠を、誉れを、賛美を、感謝を、礼拝を主の御前にお捧げいたします。今私たちは本当にこの賛美の中で主を礼拝しましたが、これからは自由な告白を持って主を礼拝したいと願います。一週間振り返りましょう。その中において主が与えてくださった一つ一つの恵みを数え、主よ、この恵みはあなたから与えられたものです。すべての栄光が、栄冠がイエス様あなたにありますように。あ、本当にこのような働きができたのは、このような人々と出会えたのは、このような関わりを持てたのは、このようなことを得れたのは、また私が食べることも、また本当に生きることも、呼吸することさえ主はあなたの栄光です。一つ一つ私たちは具体的に数え、それを主の御前に告白し、すべての栄冠、誉れ、賛美、栄光が主よあなたにありますように。栄冠を主の御前に投げ出し、それぞれ祈りたいと願います。今主の御前に主よ叫び声を上げた後、それぞれ自由な告白を持って主の御前に賛美を、感謝を捧げてまいりましょう。共に祈っていきたいと願います。はい、主よ、聖大な拍手を捧げいたします。我らの主は全ての賛美、誉れ、栄光を受けるべきお方。このお方に向かってもう一度私たちは大きな拍手を送ってまいりましょう。捧げてまいりましょう。アメン、アメン、アメン。感謝いたします。主の好意、その恵みと喜びを持ってお互いを祝福する時間を持ちたいと願います。シャローム。周りの方々とできるだけ多くの人々を祝福して挨拶していきましょう。
ハレルヤ、感謝いたします。今日も喜びを持って私たちは感謝の捧げ物を捧げる時間持っていきたいと願います。本当にこの捧げ物は特権であり、私たちに与えられている最高の機会であることを覚えたいと願います。父なる神は与えてくださるお方です。豊かな神です。そして本当に私たちにその豊かさを分与したい、与える心を分与したいと願ってくださっているお方であることを感謝いたします。私たちが捧げるものが神様を満たすんでしょうか。詩編50編には、私が牛が必要だろうか、私が羊の血を飲むだろうか、主が願い求める捧げ物は人々の心を主は求めておられ、そして助けが必要な時には私を呼びなさい、私があなたを救い出そう、そのように主が呼びかけてくださっていることを感謝いたします。経済の中に葛藤を覚え、戦いを覚えている方々いるでしょうか。本当にビジネスの中においても、また家庭の中においても、さまざまな必要を抱えている方々いるでしょうか。何かが与えられてから、与えられて後に捧げようと、そうするのではなく、信仰はまず手元にある前に私たちが踏み出すことです。なので今私たちに与えられているものの中から、今信仰を持って種をまきたいと願います。必ず信仰の実を刈り取っていきます。今日捧げるその捧げ物を手に持ったなら、それを主の御前に掲げてください。祝福してお祈りしたいと願います。天の父なる神様、ありがとうございます。エリアを通して主はヤマメを養い、彼らがその預言者エリアにパンを差し出した時、本当にその小麦は尽きることがなく、油はなくなることがなかったことを感謝いたします。彼らが神を第一にした時、それに加えて全てのものは後ろからついてきました。この捧げ物においても、主よ、私たちの心をお捧げいたします。必要やさまざまな不足や戦いの中においても、まず信仰を持って与えられているものの中から、主よ、あなたの御前にお捧げいたします。これを信仰の種まきとして用いてくださり、私たちは減りなくなるのではなく、ますます満ちあふれ豊かになっていく、その箴言に約束されている通り、まき散らしてもなおも富む生き方、それが与えられることを感謝いたします。祝福と恵み、命の源であられるイエス・キリストの名を褒めたたえ、イエス様を通してお捧げいたします。アーメン。どうぞ捧げた方は立ち上がって共に賛美していきましょう。我が魂よ、我が魂よ歌え、火から火へ主を褒めよ、我が魂よ歌え、その恵みゆえ、嘆きを踊りに変え、恥を取り払われた、我が魂よ歌え、その見業に、もう一度、我が魂よ、我が魂よ歌え、火から火へ主を褒めよ、我が魂よ歌え、その恵みゆえ、嘆きを踊りに変え、恥も取り払われた、我が魂よ歌え、その見業ゆえ、主の光は、主の光は闇の中に輝く、決して揺るがない、主を恐れるもの、もう一度、主の光は、主の光は闇の中に輝く、決して揺るがない、主を恐れるもの、あがなわれた者みな、とこしえに歌おう、天に名が記されたこの喜び、我が魂よ、我が魂よ歌え、火から火へ主を褒めよ、我が魂よ歌え、その恵み、嘆きを、嘆きを踊りに変え、恥も取り払われた、我が魂よ歌え、その見業ゆえ、アメン。
ハレルヤ、どうぞお座りください。主に植え替えてみますか。アーメン。私は主はもう本当に何もいらないというぐらい、私たちの経済が欲しいわけではない、本当にもう満ち足りている方です。しかし主は貧しい方であるとも思います。何に貧しいんでしょうか。それは私たちにです。アーメン。主が求めているのはお金ではない。主が求めているのは私たちです。アーメン。主を褒めたたえます。いくつかアナウンスしたいんですけれども、まずですね、24日火曜日はですね、クリスマスイブ礼拝がございます。この場所で夜の7時から、メッセンジャーは慎吾先生です。ケーキやお茶なども用意してますので、ぜひですね、初めての方誘うのにはですね、もってこいの機会です。ぜひご利用くださればと思います。またですね、27日は何があるか知っていますか。私の記憶にはちょっとなんか、なんだか思い出せないんですが、27は何ですか。あー、素晴らしい。皆さんの心の板にさらに書きつけられますように。アーメン。27日は大掃除です。ぜひですね、持ってくることが可能な方は軍手、雑巾なども持ってきてくださればと思います。よろしくお願いいたします。お弁当教会の方から、お出ししますので、よろしくお願いいたします。また31日にはカウントダウン祈り会がございます。朝の6時から翌日元旦の朝8時までとなっています。よろしくお願いします。そしてですね、元旦は元旦礼拝がこの場所で11時からございます。初詣にですね、明治神宮に行ってはいけません。はい、私たちはですね、ここに宮があるんです。私たちはここに詣ましょう。アーメン。はい、そしてですね、おしるこなどが用意されていると思います。奉仕者も募集していますので、もしですね、おしるこ係やってもいいという方は私にお声かけくださればと思います。よろしくお願いいたします。そして1月の予定も少しお話ししたいんですが、18、19日はスレイマン・マンゾル先生が、いらっしゃいます。パキスタンのリバイバリスト、燃えてる器、力強いですね、御言葉を語る器が、またやってきてくださいます。土曜日、また第2第3礼拝でメッセージを取り継いでくださいます。そして1月の22から24は、後ろにチラシもあるんですが、祈りの家カンファレンスというですね、カンファレンスがございます。詳しいところはですね、チラシをご覧になってくださればと思います。そして3月の1日に洗礼式を予定しています。洗礼まだの方いらっしゃいますか。洗礼まだの方、この中にどれぐらいいますか。手を挙げていただくことってできますか。あ何が起こったんでしょうか。洗礼まだの方、ぜひですね、祈ってみてください。洗礼受けても良いというですね、もし決断ができたらですね、もう完全に個人に向かってますけれども、私に話、またスタッフに声をかけていただければと思います。わかりましたか。はい、よろしくお願いいたします。ではですね、メッセンジャー慎吾先生を講談に拍手で迎えたいと思います。おめでとうございます。感謝いたします。今日はですね、献辞式を行いたいと願いますが、あさりさんご家族のですね、新しい赤ちゃんが生まれました。大きな拍手を持って、前にお招きしましょう。はい、名前は音くんですね。お姉ちゃんが歌ちゃん、弟の音くん。あー、すごいですね。ぜひどういう子であるかとかですね、また音くんに対するご両親からの願いをですね、聞いてみたいと思いますので、ぜひ前に、ステージの上に、ね、よろしくお願いいたします。じゃあ拍手を持ってですね、はい、じゃあマナムさんの方から何か報告がございましたらよろしくお願いいたします。はい、皆さん本当にいつも、私たちのためにお祈りくださって、また本当によくしてくださって本当にありがとうございます。10月18日に無事に2人目の男の子が与えられて、このようにまた生活が新しくされてできていること、本当に感謝いたします。なんかそうですね、音っていうのは記憶の奥に人って書くんですね。でそれは私たちその音がお腹の中に生まれてる、この宿った時にその与えられた御言葉がルカの福音書の1章、13節、このザカリアに神様が語られたこのあなたの願いは聞かれたっていうその言葉だったんですね。その中で一致があって、それで慎吾先生のそのメッセージもその週その御言葉をいただいて、
あ、このなんか覚えられた、なんかこう神様が覚えてくださってた、なんかその名前から記憶の奥に人、それで音という名前を つけました。はい、皆さんお祈りありがとうございました。本当に出産控えている妊婦の方々たくさんいますけども、本当に祈りに支えられてなんとか乗り越えることができました。ありがとうございます。私たちがなんかうまく計画して考えてつけた名前ではないんですけど、歌と音アルファベットで書くとどちらも真ん中に T が入って十字架が入るんですね。だからこれから本当に人生の真ん中にイエス様がおられて、本当に人生を通して主を表していく、本当にそのような子たちとなってほしいなと思って、それをそのように育てていく使命が私たち夫婦にも与えられていることを本当に受け取って今から歩んでいきたいと思います。ね、そしてこの教会の中で子どもを育てることができることを感謝しています。皆さんの本当に信仰の人たちに見守られて成長していくことができる、本当にその特権に預かっているこの子どもたちはなんと祝福された子だなと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。アメン、感謝いたします。本当に神様に捧げる祈りをですねしたいと願いますけど、おとくんですね、生まれたのは、カリオの祭りの日に生まれて、はい、そして今日この日はですねハヌカの祭りが今日から始まるんですけど、ハヌカの祭りに献辞式、宮清めの祭りに、なので本当にこうイスラエルのお祭りとぴったりと合った誕生でですね、まあ、祭り男にですね、本当に主のために、本当に使える、そのようなですね、もうこんなにタイミングよく前向いてくれる赤ちゃんめったにないですね、話してる時に。なので本当に神様に与えられた特別な使命を成し遂げていく、子供になっていくことを信じます。では献辞式祝福してお祈りしたいと願いますけど、ぜひですね久井先生そして真島先生ご夫妻もですね一緒に来て手を置いて証人として祝福していただきたいと願います。はい、ではお祈りいたします。天のお父様ありがとうございます。本当にアサリ、オト君、あなたご自身が与えてくださったこの命を覚え感謝します。本当にカリオの祭りにこの地上に誕生し、そしてこの宮清めに主をあなたの御前に捧げることができる特権恵みを感謝いたします。バプテスマのヨハネのように主が来られる道をまっすぐに備えていく、そのことされゆくことを感謝します。本当に神の福音の音をこの地上に述べ伝え、また本当に主ご自身の賛美の音をこの地上に響かせる、そのことして主が召し出し、幼い時から礼拝者とし、幼い時から御言葉の蓄えた御言葉の教師のような器としてこの子を主が導いてくださることを感謝します。この一生を主に捧げます。本当に絶えず主の御使いがこの子の周りに配備され、そして主の御手の守りがこの子と共にあることを感謝します。主の油注ぎがこの子の上に絶えず下り、主の清い目的のために用いられ、解き放たれていきますように性別し用いてください。おとくんを今イエス様の前に捧げ、三位一体なる主、父なる神、子であられるキリスト、聖霊なる主の御名によってこの子を主の御前にお捧げし祝福してお祈りいたします。アーメン、アーメン、感謝いたします。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、プレゼントがですねございますので、はい、大きな拍手を持って祝福したいと願います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、感謝いたします。出産を控えている お母さんたちがですねまだ数名おられますので、ぜひその一人一人の出産のためにも、ペイ兄弟のセルはですねほとんど妊婦の集まるセルになってますけど、計画したわけではなく本当に次々とそのセルの人たちですね妊婦になっていきました。なので私たちはその出産のためにも覚えて祈りたいと思いますので、これから出産を控えているお母さんたち立っていただいてよろしいでしょうか。
はい、近くにいる方々ぜひ手を置いてください。近くにいるこれから出産控えているお母さんたちのためにですね、祈りたいと思います。ウイザンの お母さんたちもいますので、本当にその全ての出産に対する恐れが取り除かれ、そして本当に主の祝福によって赤ちゃんがこの地上に誕生してきますように。では祝福してお祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。私たちの教会にこのように産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、その祝福を主が与えてくださっていることを感謝いたします。本当にこれから出産を控えているお母さんたちを主が油注ぎ、そして主が力づけ、そしてその出産が大いに祝福されるようになることを感謝いたします。お母さんの体調、赤ちゃんの体調も全てが守られ、本当に主よ、お腹の中にいる時からこの子たちが礼拝者として、油注がれた子どもたちとしてこの地上に誕生してきますように。また本当にこの支える医療の体制、家族の体制も全てが整えられ、主よ、あなたの手の中でこの赤ちゃんたちが誕生してき、そして本当に神の御心をなすためにこの地上で歩んでいくようになることを感謝いたします。お母さん、そして胎児、家族全てをイエス・キリストの名において今祝福してお祈りいたします。アーメン、アーメン、感謝いたします。アーメン、感謝いたします。ハレルヤ、ありがとうございます。オト君のですね、献辞式を祝いました。そのバプテスマのヨハネ、祭司ザカリアが主の宮に立って奉仕をしている時のですね、御使いからの言葉、ザカリアよ、あなたの祈りは聞かれている、それゆえヨハネとつけなさい、そのようなですね、やり取りがなされます。このことにおいてもですね、ぜひ祈りたいと思うんですけど、それは本当に励ましに満ちた、慰めに満ちた言葉ですね。なぜならその原文を調べている学者はこう言います。あなたの祈りは聞かれていると訳されているんですけど、それはもっとその言葉厳密に、そしてその心厳密に調べるなら、あなたは以前まで祈っていたけど今は祈らなくなってしまった祈り、その祈りさえも聞かれているという意味です。なぜならこのザカリアは若い時には子供が欲しいと願ってたんです。しかしそれが彼が願い求めても祈り求めても、彼らは老年になってもう子供を産むということに対して諦めを持ってました。それですので、以前は祈っていたけど今は祈らなくなった祈りだったんです。しかし主の御使いが来て言ったのは、あなたが以前に祈っていた祈り、今はもうその祈りがストップしている、その祈りでさえも主に聞き遂げられている、だからあなたに子供がこれから与えられるその子の名前をヨハネとつけなさい。そのヨハネという意味は、神は覚えているという意味です。神はあなたのことを顧みられ、神はあなたのことを忘れていない。皆さん、本当に音くんを今日祝福しましたが、私たちにとってもその予言的な恵みが注がれるようになることを感謝します。主は私たちのことを覚えておられます。祈りを決して地に落としてはおられません。なので本当に以前まで祈っていた、でもあることにおいて祈らなくなった、結婚かもしれません、また本当にこの出産かもしれません、仕事のことかもしれません、家族の救いかもしれません、何かわからないけど自分の人生の中で祈り願い求めてきた、でもその実現を見ないので今はもう諦めて手放してしまった。主はそのことを覚えてくださり、顧みてくださり、私たちを憐れんでくださるお方であることを感謝します。主はこの時にその回復を与えてくださることを願い求めて、ぜひ何か祈っていたけどストップしてしまった、しかしそれが自分の方法ではなく神の方法でもう一度動き出す、そのことを願われる方、その場所に立っていただいていいでしょうか。今本当にその祝福の祈り、そして本当に神を覚えておられる、バプテスマのヨハネが誕生したように、その神が顧みてくださる、そのことを祈りたいと思います。ぜひその場所にですね、今立ち上がってください。神様の前に祈ってきた、でもその祈りがある領域においてはストップしてしまった、でも神様がここからもう一度時計を動き出し始めるように、神様の計画が新たにスタートしていく、ぜひですね、恥ずかしがらず、神様と自分の歩みのことで構いません、立ち上がってください。大きな何か計画でなかったとしても、自分の決心、自分が神の前に何か祈ったことかもしれません。お祈りいたします。天のお父様、今立ち上がった一人一人の祈りを主が覚えてくださり、見ていてくださり、そして聞いていてくださることを感謝いたします。主は決して忘れておられないお方であられることをありがとうございます。一人一人の祈りを覚え、そしてその時が来て主ご自身の答えが一人一人の人生の中にもたらされることを感謝いたします。
以前は祈っていたけども祈らなくなった、諦めてしまった、手放してしまった。しかし主よ、そのような祈りでさえも天の父なる神様が聞いてくださっていることを感謝いたします。そして主は私たちを顧みてくださり、止まってしまったような時間がもう一度主の手の中において、今度は神の計画が一人一人の人生に動き出していくことを今宣言いたします。主は私たちを憐れみ、顧みてくださっているその油注ぎと恵み、バプテスマのヨハネが与えられたその祝福を今私たちが共に受け取ります。力強いイエス・キリストのお名前によって今宣言し、天にあるものが一人一人に解き放たれますように、イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。素晴らしい主に感謝捧げましょう。アーメン。ぜひですね、それを受け取ったなら皆さん今日のうちに告白してください。神様を覚えてくださっている、そして神の手の中でこのことは動き始めていく。イザヤ書の中に、子を産まない女よ喜び叫べ、なぜなら子を産まない女がこれから産む子供はたくさんの子供を持つ女よりも多くの子供を産むようになるからだ。そして主がこのように言われるんですね。あなたの天幕を惜しみなく張り伸ばしなさい、そしてそこに鉄の杭を強固に打ち込みなさい、その後にあなたは右と左に増え広がるであろう。主はご自身の計画を行うとき、まず私たちの思いを広げてくださいます。私たちが本当に自分自身の現実の中にとどまってしまっているところから信仰を与え、そして私たちの信仰を広げてくださいます。人にはできないことが神にはできるという思いをくださいます。礼拝の中で毎回主は新しい思いを作り変えて更新してくださることを感謝いたします。しかしそのまま自然に放っておくならまた元のサイズに縮まります。なので主はその幕屋に対して 何を言っておられるかというと、鉄の杭を強固に打ち込みなさい。張り伸ばしたところに鉄の杭を打ち込む必要があります。これが私たちの日々の信仰の告白であり信仰の宣言です。主にはできる、主はこのことをなされます、私の思いを超えて神の計画が動いていきます。そのことを告白し、目に見える現状を超えて神の約束を語るとき、その鉄の杭が強固に打ち込まれるように、私たちの思いが現実から、そして私たちがこの世の目に見えるところから信仰の領域、信仰の目を持つことができるようになります。そしてその後に右と左に増え広がっていきます。実際的な答えを得るようになります。なので今日今祈って約束を受け取ったのであれば、告白を変えましょう。信仰の宣言を変えましょう。また相変わらず戻って不信仰の告白を続けるのではなく、受け取ったのであれば私たちは目に見えなくても信仰の告白を続けていきたいと願います。それを鉄の杭のように強固に打ち込み、そして必ず主の成就を見る、それがこの2019年から来年2020年にかけてなされていくことを感謝いたします。2019年祈ってきたこと、しかしとどめられていたこと、扉が閉じていたように思えること、それが2020年には大きく開かれます。そして私たちはその中を大胆に走っていく、シャロム教会に集う生徒たちはもう大胆に走っていく、日本の生徒たちは大胆に走っていく、そのことがそれぞれの家庭の領域、ビジネスの領域、信仰の領域、また日本のリバイバルの領域においても起こっていくようになることを信じます。なのでこの2019年の最後の数週間、私たちは信仰で満たしたいと願います。私たちの日々の生活、日々の時間を信仰の告白で充満させましょう。もうガスが満ち溢れたところに火がつくと爆発するように、私たちがこの1年の最後に信仰の言葉で満ち溢れた、そこに主は聖霊の火を灯してくださいます。そうするとき、新しい年に対しても爆発的な神の計画が開かれていくようになることを感謝いたします。それですので、本当にこの2019年の最後、あと今日は合わせて2回の礼拝になりますけど、私たちは絶えず信仰の源であられるイエス様を見上げ続けたいと願います。アメン。感謝いたします。ヨハネの黙示録4章、先日は先週は4章の5節見ましたが、今週ももう一度4章の5節から始めていきたいと思います。ヨハネの黙示録4章5章は天の礼拝、絶えず私たちがこの天で何が起こっているのかということに目を留めるとき、この地上のいろんな問題や悩みを超えて、
私たちは神様とつながって生きることができます。なのでこの4章5章は私たちが試練困難悩みの真っ只中においても礼拝者として生きるためにとても重要な箇所となります。ではこの4章の5節ご一緒に朗読したいと願います。黙示録の4章の5節ともに朗読してまいりましょう。はい。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御霊である。アメン。神の御座の前には七つの灯火、聖霊様が燃えておられました。今日はですね、本当にこの予言的な日であり、神様ご自身の新しい作り替えがなされる、その始まりの時であることを覚えたいと願います。なぜならですね、申命記の28章、祝福の約束が書かれており、後半には呪いの約束があります。その祝福の約束の中に、主は時にかなって天を開き、あなた方に雨を注ぐ、そのようにですね、主の御言葉に生きる者たちに対して、時にかなって主は雨を注いでくださるという約束があります。ではこの時にかなってという言葉は直訳で、原文で見るなら祭りごとにという意味です。神様の計画、神様のカレンダーは祭りとともに動いてます。ではその祭りとは何かというと、旧約聖書を土台とするイスラエルの祭りごとに主は恵みを注いでくださいます。私たちは気をつけなければならないのは、祭りを忠実に行うというのは違った祭りの捉え方です。最近ですね、このイスラエルのブームのように世界中でなっておりまして、まるで私たちがクリスチャンであってもユダヤ人のようになろうとする人たちが増えてきています。まるでですね、本当にこのファッションのようにユダヤ人の格好をし、ユダヤ人がつける祈りのこの布をつけ、そして自分たちもユダヤ人と同じような格好をし、手に紐を巻き、頭にこういう祈りのですね、まあ、この札をつけてですね、そしてユダヤ人と同じような形で祈り、そして祭りもユダヤ人がやっている同じ形式で、私たちクリスチャンもその祭りを祝う、これは間違った捉え方です。私たちはそこから霊的なものを受け取る必要があります。彼らと全く同じ生活スタイルで生活するということは、使徒の働きを読むと、初代教会の使徒たちは異邦人の教会にそれを強制しませんでした。なのでですね、私たちはイスラエルのルーツに戻る必要があるんですけど、彼らがやっている習慣、生活スタイルまで全部真似するっていうのは、これは間違ったイスラエルの捉え方であるということを覚えたいと願います。しかし祭りの中には真理があります。祭りの中には啓示があります。そして祭りごとに主は用意しておられる特別な油注ぎと恵みがその中にあることを覚えたいと願います。今日この12月22日からスタートしていくのはハヌカの祭りというですね、祭りがあります。チャーチスクールでこのことを教えるとですね、私の前に低学年の子どもたちがいっぱい座ってるんですね。で、彼らは笑うとですね、彼らはハヌカの祭りではなくてハヌケの祭りちょっと早いですねみんな歯が抜けてるんです。本当にそんなにフライングで笑うと思いませんでしたがまあ、とにかくですね、ハヌカの祭りは宮清めの祭り、そして宮が性別されていく、別の言葉で言うなら光の祭りです。それがこの今日からスタートしていきます。私の兄が調べたところによると、ちょうどですね、今年のハヌカの祭りは冬至で、この冬の最も暗い時が終わって、ここから日が長くなっていく時と全くぴったりと重なっているらしいんです。なのでこれは予言的な印であります。皆さん、闇の時が終わっていきます。そしてこれから光が輝く、その時が起こることを感謝いたします。もちろん暗闇は全地に満ちるでしょう。今まで以上に黒い暗闇が全世界を覆うようになります。しかし主はイザヤ書60章の中において何て言われてますか。起きよ、光を放て、主の光が来てあなた方を照らすからだ。そして地上の諸国王たちはあなたのうちにある光に導かれてやってくるようになる。闇が暗くなればなるほど光はますます強く放たれるようになることを感謝いたします。このハヌカの祭りを機会に、私たちの内側からイエス・キリストにある光が解き放たれていくようになる、そのことを信じ、共にその予言的な油注ぎをこの時に受け取りたいと願います。
聖霊の日ということをこの4章5節で見ました。イエス様は私たちに水のバプテスマだけではなく聖霊のバプテスマ、別の訳を見ると聖霊と火のバプテスマと書かれています。そしてその聖霊と火のバプテスマは何をするのかというと、脱穀場の隅々までもみ殻を焼き尽くす。もみ殻とは何でしょうか。形はあるけど中身のないものです。第二テモテ三章の一節からは、終わりの時代には困難な時代がやってくるということが記されています。その中の一つは感謝することを知らないもの、そして最終的なまとめは、見えるところは経験であってもその身を否定するものになる。すなわち見えるところは何か立派なことをやっている、見えるところは素晴らしく見える、しかしその身のない生き方、それが終わりの時代の困難な時代の生徒たちの姿であるということが第二テモテの3章の中で述べられています。なのでぜひ皆さん、私たちからもみ殻が焼き払われますように、形のない、命のない、何か形式的になっている、本来主が願っておられるものではない、でも自分で作り上げた律法のようなものがあります。それらが全部取り除かれていきますように。そしてその時に私たちの罪も弱さも、また私たちの素晴らしい性質も忠実さもあらわにされます。実は私たちの罪や弱さが主の前にあらわにされることは、これは恵みなんです。なぜならそれを通して私たちは作り変えられていくからです。それを通して光に照らされていくからです。それを通して私たちは主の道を歩むことができるようになるからです。なのでこの聖霊の火をもって、主よ、私の脱穀場の隅々まで焼き尽くしてください。私を作り変え、そして私を清めてください。そのことを主の御前に願い求めていきたいと願います。このハヌカの祭りにおいてはですね、このイスラエルが大きな勝利を得た、その分岐点となる出来事がありました。旧約聖書から新約聖書の間に至るまでは400年間の空白の時代があります。その400年間は聖書の中には書かれていません。しかし歴史書、また私たちの中には入ってないんですけど、外典と呼ばれる聖書の書簡の中に、その空白の400年間の出来事が記されています。ではこの旧約聖書においては、最終的にネヘミヤ、エズラがエルサレムを再建します。そして律法を熱心に守ろうとする運動が起こります。初めはいいことでした。しかし彼らはその律法を熱心に守ろうとするあまり、生活を、この生活律法といって生活の規定を作っていったんです。そこから生まれていったのが律法学者やパリサイ人、本来の身の部分、真理の部分からずれて、彼らは生活を守ることに一生懸命になっていきました。そのようにずれていくことが400年のうちに起こりました。またもう一つ、そのように主を熱心になる、主を熱心に求めようとするがあまり、自分たちの熱意が中心となってずれていったグループもいれば、今度は世のものを多く取り入れて世の中と一つになろうとする動きを行っていった者たちがいるんです。このバビロン捕囚の時にはペルシャがイスラエルの再建を助けます。しかしペルシャが滅んだ後に、今度はギリシャが台頭してきます。ではこの空白の400年間はギリシャとのやり取りにおいてイスラエルは左右されていきます。ではギリシャの文化っていうのはですね、皆さんも歴史の中で聞いたことがあると思うんですけど、何文化っていうんでしょうか。はい、ありがとうございます。ヘレニズム文化ですね。聖書の概念から見ると大きく分けて2つの文化があります。1つはユダイズム、すなわち旧約聖書を土台としたユダヤ人たちの文化、これがユダイズムですね。そしてもう1つはヘレニズム、これはギリシャを中心とした世の価値観、世の文化。ではこの400年の間にギリシャの影響を受けて、ヘレニズムの文化が多くイスラエルに入ってきました。そしてこのヘレニズム文化の特徴的な一つは見た目中心主義です。とにかく外見、建物、見た目、すべてを中心とします。なので皆さん、ギリシャ彫刻、メタボの彫刻見たことがありますか。お腹が出ているギリシャ彫刻、ギリシャ彫刻はもう本当に信じられないような
シックスパックです。いやもうシックスを超えて8パックぐらいになってるんですね。もう驚くような筋肉をしてます。以前にこういう話を本当に聞いたことがあるんですけど、ギリシャの裁判においては罪を犯したこの無罪の者がですね、裁判の席に立てられて、無罪の人がまあだらしない体をしてる場合があるんです。本当は無罪なんですけど体がだらしない。でその場合裁判官は何て言うかというと、有罪って言うんです。やったことは無罪であっても体がだらしないので、このものは有罪である。じゃあ悪いことした人がいます、本当は有罪です。でも裁判の席に立ってこの上の服を脱ぐと筋肉がすごいんです。そうすると何て言われるかというと、無罪って言われるんです。あなたがそのような肉体を作るにはさぞ立派な人なんでしょうと。無罪、すなわち何が言えるのかというと、ギリシャの文化は見た目中心主義なんです。とにかくその見えるところによって評価されます。なので彫刻においてももう立派な彫刻が作られ、そして人々はこの表面的なものを大切にします。さらにこのギリシャの文化の一つは感情中心主義です。感情的なんです。なので人々を楽しませ、感情を、また喜びを、また悲しみを、そのようなものをこうかきたてる詩とか、そしてギリシャの文化が蔓延したときに、その当時のアジアを中心とし、ギリシャが支配した地域に何が作られていったかというと、劇場が作られていったんです。なので多くの人々がその劇場に来て感情を高めました。感情的な満たしを受けました。また競技がなされ、その当時のこのボクシングっていうのは大変です。相手が死ぬまで殴ります。なので命がけの競技でした。そのように競技を見て彼らは興奮し、そのような感情を高めることがギリシャの文化の中で全世界に入ってきました。そしてもう一つ、これが大きな問題なんですけど、人間中心主義です。神が中心ではなく、私たちが神となる、私たちが中心にいる。なのでそのような感情中心主義、人間中心主義、そして見た目中心主義、どんどんイスラエルにそれが入ってきたんです。そしてそれに反応する祭司たちが多く起こされ、ギリシャ派の祭司たちが次々と起こっていったんです。その当時何が起こったかというと、エルサレムの神殿に劇場を作りました。そして礼拝を劇のように行うようになっていったんです。人々は感情を高め、またエルサレムの中において競技をし、その当時の競技をする男性たちは何にも着ないで競技するので、そのようなことが普通にエルサレムの中でなされ、敬虔な人々はそれを見ることができなかった、そのような記述まで残っています。なのでそのような世の価値観、世の考えがどんどん、まあ、今でいうと教会に入ってきたんです。これは今も皆さん一緒なんです。なぜこのことを言ってるのかというと、歴史の話をしているわけではなく、これは今も同じだから、このことを繰り返して分かち合いをしています。なぜなら終わりの時代の教会の一つの姿は、黙示録の3章に出てくるラオデキアという教会です。これは終わりの時代の教会の姿でありますけど、ラオデキアという言葉自体がラオス、デクトス、2つの言葉からなっています。ラオスっていうのは人々、民衆、デクトス、喜ばせる、すなわちラオデキアっていう教会は人々を喜ばせる教会、さらに別の言葉で言うなら民主主義、人間中心主義の教会、それがラオデキアの教会です。ではラオデキア的な教会を作るなら、教会は増えますか減りますか、どっちでしょう。増えます。人間を中心にしたなら、人がどんどん教会に集まります。そして別に悔い改めも教える必要ありません。御言葉を読むことを教える必要もありません。本当にこの祈ることも教える必要ありません。主に従うことも教える必要ないんです。とにかく人々が感情的に高まればいいんです。まるで映画を見て感動するように、礼拝に来て、ああ今日の礼拝感動した、そして帰っていく。しかしそこには実態が変わらないで、また同じ問題を持って次の日曜日来て、そしてまた映画を見るように、ああ今日の礼拝良かった、そして帰っていきます。そうなると私たちは観客になります。しかし初代教会はそのように劇場型の礼拝はしませんでした。
生徒たちの交わりがあったんです。一緒にパンを裂きました。そして聖霊の導きがそこにありました。そして初代教会においては御言葉が大胆に語られたんです。その中で生徒たちが迫害の中においても強くなっていったんです。とにかくですね、この劇場型教会っていうのは今本当に全世界に満ち溢れてます。そしてそうするときに教会は大きくなります。ラオデキアの人々、黙示録3章に出てくるんですけど、彼らは自分たちのことを何て言ってるかというと、私たちは豊かになった、繁栄している、足りないものは一つもない、そのように自分たちのことをすごく大きく評価しているんです。しかしイエス様はすごい大きくなったね、金持ちになった、立派な建物持ってるって評価してますか？全然してません。イエス様は彼らの内を見ておられます。そしてあなた方は自分で豊かになった、足りないものは一つもない、繁栄していると言っている。しかし実は惨めで哀れで、霊的には本当に足りないものであることを知らなければならないと。あなた方が本当に豊かになるために、私から目に塗る目薬を買いなさい、そして私から金を買い求めなさい、あなたの裸の恥を表さないために私から着るものを買い求めなさい。これは今日のこの黙示録4章にも通じるテーマなんですけど、これは以前にも分かち合った復習です。目に塗る目薬をイエス様から買いなさい。それは何でしょうか？すなわち聖霊によって私たちの目は開かれるようになります。パウロは自分は宗教熱心なものだと思ってました。しかしその宗教熱心さがクリスチャンたちを迫害するに至ったんです。しかしこのダマスコの途上、イエス様と出会いました。その時にパウロは自分が目が見えないものであったことに気づいたんです。自分の目に覆いがありました。3日間実際に目が見えなくなったんです。アナニアという生徒が使わされてパウロの頭に手を置いて祈った時、パウロは聖霊に満たされ、そして何が起こったかというと、目から鱗のようなものが落ちました。彼は自分は見えると思っていたのに見えないものだったんです。しかし聖霊に満たされた時、イエス・キリストに会って主に立ち返った時、彼の目から覆いが取り除けられ、彼の目は見えるようになりました。主は私たちの目を開いてくださることを感謝いたします。ただこの地上の繁栄、成功、祝福、そこからはるかに超えて天にあるものを見る目を与えてくださることを感謝いたします。私たちが一時的な豊かさではなく、誠の豊かさ、イエス・キリストの中にある豊かさ、それを見る目、それは聖霊様を通して私たちの目に与えられることを感謝いたします。これは本当に自分自身の証なんですけど、私はですね、ある時迷いの道の中でですね、もう半年間ぐらい迷いました。大きな集会してました。たくさんの働きしてました。そして実際にもういろんないろんな働きのために老死、そして体は疲れ切っていたんです。半年ぐらいもうどこに向かっていいか分からなかったんです。私はその歩みをやめるきっかけとなったのは、自分の鏡を見た瞬間にもうこの働き全部やめよう、そしてその働きやめました。なぜかというと、自分の目が濁ってたんです。本当に自分でも気がつきました。目が輝きがなかったんです。もうこれは主よ、やめます、この働き手放します。そうです、皆さん、私たちの目から輝きがなくなることがありませんように。例えば断食して主の御前に祈った時、自分でも中に光があるっていうのが見えます。しかしあまりにも忙しく働きをし、あちらこちら行く時に目から光が消えてしまうということを経験したんです。ぜひいつも聖霊によって私たちの目から覆いが取り除けられますように、真理の御言葉を見る目が与えられますように、神の国を見上げ続ける、そしてイエス様から目を離さない、その目が私たちに与えられることを願い求めていきたいと願います。そしてイエス様は、私から金を買いなさい。金って何でしょうか？イエス様から買う金。では聖書の中に、金よりも、朽ちていく金よりも価値のあるものがあります。さらに7回試された銀よりも純粋なものがあります。どんな宝石よりも、真珠よりもはるかに尊いものがあります。それは何でしょうか？それは知恵であり、主の御言葉です。私たちはイエス様から御言葉を買うことができます。すなわち、先ほどこの目に塗る目薬を買いなさい、金を買いなさい、買うっていうことは犠牲を払うことです。他の人が聖霊に満たされているから
私もそれに預かるというのではなく、皆さん聖霊の恵みは自ら進んで受け取る必要があります。他の人が御言葉を読んでるから私呼ばないでいいというのではなく、御言葉は自らの時間を支払ってイエス様から買い取る必要があります。なのでぜひ日々の生活の中で一歩一歩でも御言葉の朗読続けてまいりましょう。一日何十章できなくても一日一章でも、皆さん大切なのは一歩進むことです。昨日よりも一歩、昨日よりももう一歩、さらに一歩進んだ結果、私たちは1年かけて365歩進むことができるんです。時々5歩進んで10日間は進まない、またある時には2歩進んでまた進まない、そのような不定期な歩みになるとなかなか前進していかないんです。しかし一日一日皆さん小さなことに忠実になるときに、主ご自身は本当に大きな恵み、後に積み重なってそれが大きな恵みになることを示してくださいます。今ちょっとですね、私頭が飛んでたんですね。なぜならユースクリスマスのことを思い出してですね、めぐみちゃんが私の真似するとき聖書読みましょうって言ってこうやってやってたんですね。そして今確かに自分メッセージしながら聖書読みましょうってこうやってたなそんなこと考えながらですね、すいません、ちょっとメッセージがちょっと飛んでしまったんですけど、はい、まあそれぞれの人のこう動きがありますねとにかく一日一歩進んでいく、大きな、いきなり大きなことではなく、40章読もうと皆さんある人はチャレンジするのはいいでしょう。でもたくさんの人がやるならもう2日ぐらいで、あ、もうこれ無理だ、やめてしまおう。1週間は続いたとしてもそれ以降続かなくなるんです。でも大切なのはもう定期的に毎日少しずつでも続けていくこと、これは本当に素晴らしいことです。余談になるんですけど、何人かの働き人にはこういう話をしたんですけど、私はですね、まあ、このそして皆さんにも感謝しなければならないんです。背広がもう何のストレスもないんです。皆さんのこういった恵みを感謝いたします。こんなに自由に動くことができるのか、本当に今日はストレスなくですね、過ごすことができていることを感謝します。第2礼拝の方からはシャツ、オーダーメイドのシャツを作る券をいただいてですね、作りに行ったんです。そうするとですね、願い通りにはできないと言われたんです、最終的に首は LL サイズですと、そしてここが大きくてウエストが小さいと、普通に生活したらそうならないんですとなのでこの胸に合わせたら下を絞るのは難しいので願い通りにはできないんですけど、まあちょっと大きめのシャツになりますとですね言われました。まあとにかくですね、またトレーニングの話をさせてもらうんですけど、ある先生にですね、久しぶりに会ったんです。そうすると体が大きくなりましたねと、何太ったんですか、何されてるんですか、まあ、ちょっとだけトレーニングしてますと。でその話の中でですねその話の中で先生が言ったんですね、何目指してるんですかと、どうなりたいんですかと。その時に考え始めたんです。まあ、それは別の場所でその話したので、新幹線に乗りながら帰り道も考えました。どうなりたいんだろうか、どこに向かっていきたいんだろうか。そして分かったんですね、目標がないということです。今の自分より一歩超えようとした結果こうなってしまったんです。今まで持ち上げてきたものよりもちょっと重たいものを持とう、今までチャレンジしてきたことよりももっと前に行こう、そのように一歩一歩進んだ結果成長が与えられるんです。なのでですね、ぜひ皆さん本当に日々の生活の中で大きなことでなくても今の自分から一歩進んでいきましょう。そうするときに成長は確実なものとなります。もうこれは精神的にも肉体トレーニングすると祝福がたくさんあります。第二礼拝でメッセージしたんですけど、セロトニンっていうのがですね分泌されるんです。でなんとセロトニンっていうのは私たちの体を健康にするんですけど、胸を張ると皆さんセロトニンが出るらしいんです。だからちょっと胸張ってみてください。逆にもうこうやって生きると本当に病気のコルチゾールっていう分泌液が出るんですね。でも胸を張るとセロトニンが出て健康になるらしいんです。なので胸を張りたい方、私がトレーニング一緒に行きましょう、私と一緒にいいですか、はい。
あ、ごめんなさい、ずれました話が。とにかくですね、イエス様から犠牲を払って買わなければならない。私たちはもちろん健康もそうですし、歩みにおいても自ら犠牲を払わなければそれを得ることできないんです。御言葉を読む作業、あ、またやってた。もうこの手が御言葉を読む作業、この御言葉を読む作業も毎日毎日繰り返し続けていく中において必ず読めるようになることを感謝いたします。一日一歩から進んでいきましょう。さらにイエス様は着る衣を買いなさい、そんなに言われています。私たちが着る衣とは何でしょうか。恥を表さないために着る服。黙示録の7章を読むと、生徒たちは子羊の血で身を洗った、そしてその衣を白くしたのです。私たちの裸の恥を表さないために着る衣、それはイエス様の血潮です。なのでそれを自ら、もちろんイエス様の血潮に対して私たちは何か支払うことはできません。もう十字架においてただ一度イエス様が流された血において贖いが完成したことを感謝いたします。でも自動的に私たちにその贖いの力が望むんでしょうか。そうではありません。その恵みを信じ、イエス様の血潮を自分の口の言葉として告白するとき、その清さが私たちのうちに望むようになることを感謝いたします。なので裸の恥を表さないために着る衣、すなわちイエス様の血潮、それを買う、すなわち自分で犠牲を払い、それを告白し宣言し受け取っていきたいと願います。それが終わりの時代に主が願っておられる霊性であり、そのような生き方をしてほしいとラオデキアの教会に訴えかけています。そして主が言われるんです。熱心に悔い改めなさい。私は戸の外に立って戸を叩いている。もしあなた方が悔い改めるのであれば、私はあなたの中に入り、あなたと一緒に食事をしよう。食事をするというのはイスラエルの文化においては親しい関係を持つということです。私たちはあんまりにも忙しく、そしてもう計画が主と交わるよりも計画の方が先に行きます。そして主の前に行くと、まるでオーナーがしもべに何か命じるように、私たちは主にこれと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 これがあります、主よこれをやっておいてください、この必要があります、あなたが満たす必要があります、そのように主にたくさんの課題を持っていき、主との交わりではなく、また自分たちの働きに忙しく帰っていきます。でも主はその終わりの時代の教会をノックし続けておられます。人間中心主義、人間が真ん中にいる教会、でも主は諦めておられないんです。その教会の中に入りたい、その教会の真ん中に来たい、そしてその教会の真ん中に行ってもう一度関係を回復したい、そのようにノックを叩き続けてくださっている方であることを感謝いたします。私たちはへりくだり悔い改め、扉を開けてイエス様をこのシャラム教会の真ん中にお迎えし続けましょう。そしてこの教会は何かを成し遂げる以上に、主よここに来て一緒に食事をしましょう、一緒に交わりをしましょう、あなたとの親しい時間を過ごしたいです。そのように生きる者たちに主は働くための力をも与えてくださいます。そのように生きる者たちに主は身を見させてくださいます。そしてそのようなこの終わりの時代になって勝利を得る者たち、その報いは7つの教会の中で最も偉大な報い、それは私が勝利を得て神の御座に着いたのと同じように、私はそのものを私と同じ座に着かせよう。アメン。なので本当にこのラオデキアの教会、終わりの時代の教会に与えられる報いは最も偉大な報いであることを覚えたいと願います。この戦いは旧約聖書からまた初代教会、そして今の教会に至るまで何度も何度も繰り返し行われています。旧約聖書のこの空白の400年の期間に、たくさんのヘレニズム文化、ギリシャの文化がやってきました。そして主の宮は荒らされ、ギリシャ派ができこの立ち上がり、多くのギリシャの文化を、世俗的な文化を宮の中に運び入れた結果、今度やってきたのはギリシャの総督がやってきて、実際にエルサレムのこの宮を支配します。おい子どめよではないです
はい、アンティオコスエピファネス、はい、ありがとうございます。アンティオコスエピファネス、はい、すいません、なんかそのようなですね、総督がやってきます。そして彼はこのエルサレムの宮を支配し、そしてゼウスの像をエルサレムの宮に建てさせます。そして豚をその生贄として捧げ、旧約聖書の律法においては豚っていうのは汚れたものです。しかしなんとエルサレムの中心、その神殿の中で豚を生贄として捧げるんです。そして祭司たちに豚を食べることを強要します。そして律法、聖書の御言葉を読む者たちは厳重に罰し、そして鞭で打って殺しました。皆さん、聖書の御言葉を読むことが宮で禁じられたんです。それを読んではならなかったんです。そして聖書の律法を守って割礼を受けさせた親も子供も串刺しにして殺されました。そのように主の律法を守る者たちは殺されていったんです。それがエルサレムの中心で、そのような偶像礼拝が盛んになっていったんです。それはなぜ起こったのか。それは生徒たちがそれを招き入れたんです。世のものを招き入れ、ギリシャの文化を招き入れ、そしてそれによって自分たちが繁栄することを求めたんです。その結果ギリシャのものがやってきて支配したんです。その時立ち上がったのがマカベヤという祭司が立ち上がります。私は数年前イスラエルにいた時、マカベヤの家に行きました。もうすでに崩れていて、確かアーゴン島にその時いたはずですね、はい。そしてもう崩れていて廃墟になってたんですけど、私は本当にそこで何か奮起するような思いになったんですね。そしてそこで祈ったんです。さっき目が曇っているって言ったんですけど、そこで私は祈りました。主よ、もうこの目が曇るような生き方は嫌です。主よ、私はこの真理を回復する道を歩みたいです。このマカベヤが立ち上がったところでもう一度奮起して立ち上がる力を私の中にください。そのことを祈ったんです。マカベヤが立ち上がりました。彼は力ある祭司であり、片一方には信仰と御言葉を持ち、そして片手には剣を持って戦いました。皆さん、これがキリストの花嫁の姿であることを信じます。片一方においては麗しさ、主との親密さ、そして本当に主ご自身をこの礼拝する礼拝者としての生き方、でも片一方においては勇敢に戦い抜く勇士である。それがキリストの花嫁の姿であり、ダビデであり、ヨシアであり、多くの信仰者たちの姿であることを感謝いたします。だから私はですね、男性たちと話すときにチャレンジします。男らしくありましょうと。あんまりアメンが返ってこないんですね男らしくありましょう。それは聖書的なことです。第一コリントの16章においてパウロはそのコリントの手紙に男らしくありなさいって書き送りました。ヨシアに主は何て言ったんでしょうか。優しくありなさい、麗しくありなさい、優しくありなさい、主は優しくこの土地を与えるよそう語ったんですか。そんなことありません。惜しくあれ、強くありなさい、惜しくあれ、主はそのように語りました。この詩編27編は主との親密さを求めるダビデの詩編です。でその詩編27編を読むと最終的に書かれているのは、惜しくあれ、心強くせよ、惜しくあれ、そのように書かれています。皆さん、強くあることは主の願いです。なので男性たち、強く立ち上がりましょう。そうするとき女性を祝福することができます。これは何か男性主義女性主義って言ってるのではなくて、男性が男性としての役割を果たすとき、女性が女性としての役割を果たすとき、本当にそこに神の国の力強さがもたらされていくことを感謝いたします。なので本当にこの主ご自身がデザインしておられる男らしさが一人一人の中に揺るがない強さ、固く立って主の心を行う力強さが回復することを一緒に求めていきたいと願います。日本の中においてはそれが本当に必要なんです。天皇家のための祈り会の中において少し分かち合いをしました。その時私たちはこのアマテラスの支配から、本当に教会が立ち上がる、そのような中に入っていく。実はアマテラスに日本の教会は捧げられたということがですね、歴史の中であります。本当に残念なことに戦争の当時
日本の教会が韓国に偶像礼拝を持っていきます。そして天皇崇拝すること、東の太陽を拝むことは罪ではない。本当に平壌の教会にそれを述べ伝え、そして平壌の教会においてそれが受け入れられ、韓国のもう平壌は東のエルサレムという大リバイバルが起こってたんです。しかし日本の国家がそれを持っていたことを通して、そこに暗闇が訪れました。教会の中でまず偶像礼拝をした後に主を礼拝するということが起こったんです。その結果、偶像礼拝が起こるなら必ず次に起こるのは分断です。イスラエルの歴史においても北と南が分断しました。同じように韓国もそれを教会が受け入れた後、北と南が分断するんです。そのような偶像礼拝を日本の、しかも日本の教会の代表が持っていったんです。そして残念なことに、なんと日本の教会のリストも全部アマテラスの宮に奉納したんです。その時にこれから後の日本の教会はアマテラスのものである、そのような宣言がなされました。私はそのことに対して重荷を持ってます。私の姉はもっと重荷を持ってるはずです。なぜならそれをですね、行った人物の名前は富田満っていうですね、その当時の日本キリスト教団の代表でした。全く同じです。富田満ですけど、すいません、いや謝る必要はないんです。ただ同じ名前というだけで、結婚する前は前田だったので何の責任もないんです。とにかく、富田というですね、牧師がそれを韓国に持っていき、日本の教会を捧げた。その結果、日本の教会は暗黒時代に入ります。もうこの戦後70年、福音を伝えても実を結ばない、福音を伝えても実を結ばない、アマテラスに捧げられた状態です。しかし皆さん、もうその支配は終わります。もう終わってます。もう70年バビロンの支配から私たちは自由にされました。そして私たちはもう自由にされたことを宣言していく必要があります。ではこのアマテラスっていうのは、女性のこの霊的な力、女神ですけど、女性の霊が支配するときに起こる現象があります。別の言葉で表現するならイゼベルの霊です。イゼベルがそのイスラエルを支配していたとき、アハブは男らしさを失ったんです。何か問題があったらお母さんに行くように、ママーって行くようにですね、例えばナボテの畑もうやらないって言ったんです。王に対して、一市民が、これは主の約束だからもう与えることできない。そしたらアハブを何したかというと、家に帰って拗ねてたんです。ふてくされてたんです。イゼベルがやってきます。なんであなたふてくされて拗ねてるのと。いや、ナボテというものが畑くれないんだ、あなた王だから奪い取ればいいでしょう。そして策略を巡らしてその畑を奪い取ります。男性らしさがなくなったんです。その国から本当に男らしさが奪われ、イゼベルに対抗することができる者はいなかったんです。しかし皆さん、日本の教会はこのイゼベルの支配から解放されます。男らしく大きくある教会となります。力強く神の国を述べ伝えていきます。固く立って最後まで揺り動かない、そのような教会とされていくことを感謝いたします。私たちは共に主の御言葉を持って、信仰を持って立ち上がろうではありませんか。マカベアのうちにあったそのような霊性がこのハヌカの祭りに回復されますように。そして私たちは世から受ける、本当にギリシャの文化、そして本当にこのヘリニズムの文化、また日本の霊的な支配、それを打ち破って主の宮を回復していく、主ご自身の心をこの地上で行っていく。必ず主が今年のこのハヌカの祭りに私たちにその霊性を注いでくださることを感謝いたします。もちろんこれは男性だけでなくて、戦う女性たち、私たちは共に一つとなって主の心を行っていく者たちです。男が一人でいるのは良くないということをよく礼拝の中で話します。そして女性はふさわしい助け手を作ろう。なのでここから多くの間違いが、解釈による間違いが起こりました。女性は助けてなのでサブで構わない、男性がメインで女性はただ助けるだけの存在。しかしその助けてとはヘブル語においてはエゼルという言葉が使われ、それをギリシャ語に訳すとパラクレートスという言葉です。そのパラクレートスとはどなたに対してイエス様が言った言葉かというと、聖霊様です。すなわち男にふさわしい助けてを作ろうという言葉を正しく訳すのであれば、
私の心を行うのにちょうど良い、共に働くものを作ろうということです。男性が足りないところを補助する、そのような存在を作ろうと言ったのではなく、男一人では神の御心をなすことはできない、なので共に働いて私の心を成し遂げるものを創造しよう。そして女性が作られたことを感謝します。男性と女性が共に立つときに神の国はこの地上に広がっていきます。なので男性が男らしくなるだけでは皆さん不十分です。まあ、あんまりにも男性の色が強くなるなら主が言われるのは良くないって言うんですでも女性も共に立ち上がることを通して、女性が作られた後に主が言った言葉は何ですか？非常に良い。そのように言ったことを感謝します。女性が作られるまでは皆さん良い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 しか言わなかったんです。しかし女性が作られた後に主が言ったのは非常に良い。横の人に言ってあげてください。非常に良いですよとそうです、私たちは非常によく作られたんです。どれだけ良かったんですか？あんまりにも良くて、神様はもうそれから創造するのをやめたんです。全ての創造物をそこで終わらせたんです。なので女性の皆さん祝福します。皆さんは完成を与える者たちです。女性たちが女性として立ち上がることを通して神の計画は完成していきます。非常に良いものが生み出されていきます。そして男性と女性がそれぞれの役割に立った時に初めて主が約束祝福することができたんです。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。神の国の統治権が宣言されたことを感謝いたします。シャラム教会においては男性は男性として、女性は女性として固く立ち、そして共に主の中で愛し合う、そのことがなされていくことを感謝いたします。共にキリストの計画が、主の御心が成就していく、そのためにお互いの存在が必要です。はい、なのでこのギリシャの文化が空白の旧約聖書の400年にどんどん入ってきてエルサレムを支配しました。しかし信仰を持ったマカベヤ一族が立ち上がり、彼らは信仰と同時に剣を持って立ち上がり、そしてギリシャの圧政を打ち倒し、アンティオコスエピファニス、初めて言いました、はい、アンティオコスエピファニスからですね、その宮を奪還したんです。主の宮を清めました。それがこのハヌカの祭りです。その時メノラの炎が、油がないにもかかわらず消えなかったんです。主ご自身が共に働いておられました。なのでこの宮清めの祭り、私たちの中から世に染まった領域が御言葉の剣を持って切り取られていきますように、私たちの中において本当に弱ってしまった部分が主の御言葉によって強められていきますように、私たちの中に入った火や神の武具を身につけなさい、その中には御言葉の与える御言葉の剣ってあるんですけど、これは巨大な剣でしょうか？実はその言葉は短剣なんです。それは敵を倒すだけではなくて、刺さった矢などを抜きます。そして治療にも使います。私たちは御言葉が刺さるとき癒されます。御言葉の剣を持って解放されます。イエス様は真理はあなたを自由にする、そのように約束してくださっていることを感謝いたします。なので私たちの弱った部分が回復し、そしてこのハヌカのお祭りに私たちは王権を持った祭司として立ち上がるようになることを感謝いたします。このことがもう歴史の中で繰り返し繰り返し繰り返し起こっていることを注意してみたいと思います。歴史を知るときに私たちはそこから多くのことを学ぶことができます。初代教会には大リバイバルが起こりました。3世紀までそのリバイバルが続きました。しかし3世紀に何が起こったのかというと、ヘレニズム文化が教会に押し寄せてきたんです。そしてイスラエルの、そして旧約聖書の理解全部カットしたんです。大胆に切り離しました。そして聖書の理解を全部世の哲学、ギリシャの考え、解釈から持ってきたんです。そして、まあ、具体的にはあまり言いませんが、世の文化、偶像の祭りをたくさん教会に取り入れました。私たちが普通のこととして行っているたくさんの祭りも、実は3世紀まではなかったもの、聖書には書いてないものなんです。しかしそれが世の偶像の文化から教会に押し寄せてきてしまったんです。ヘレニズムの文化を教会が受け入れ、それを取り入れてしまいました。
そこから教会はどうなったのかというと、暗黒時代に突入していきます。1500年宗教改革が起こるその時にまで暗闇はどんどん濃くなっていきます。しかしその後に改革が起こり、約500年かけて主の回復は進んでいることを感謝いたします。そして終わりの時代にも私たちはもう一度この戦いをしなければなりません。これは人に対する戦いではなく、状況に対する戦いではなく、このことを通して皆さん他の教会を批判してはなりません。このことを通して兄弟姉妹を批判してはなりません。この何に対する戦いかというと、私の内に対する戦いです。そして私たちは御言葉を持って世のものと一つになったその信仰が清められていく。ギリシャの文化、世の文化、人間中心主義の文化から御言葉中心に生きる生き方へと、私たち自身の内側を勝ち取っていく。これは私たちの内なる戦いです。ではそのように私たちが生きるときに、内に対しては戦い勝利し、外に対しては愛が流れます。外に対しては励ましが流れ、外に対しては本当に人々に対するこの祝福が流れるようになってきます。なので本当にこのマカベアのように生きるっていうのは、剣を持ってあの人も切り、この人も切りこの人も私こそが正義だって言って剣を振りかざすような生き方ではありません。むしろ私が切られるんです。私が御言葉によって取り扱われるんです。そして私たちを通して命が満ち溢れるようになる。ぜひそのことを一緒に求めたいと願います。この宮清めの時に、主が私たちを清め、聖霊の炎を持って清めてくださいます。そして私たちの霊を作り変え、思いを作り変え、そして生き方を変えてくださいます。第二礼拝でこういう分かち合いをですねしたんですけど、最近ですね、私はこの続けていることがあるんですね。それは一つの自分自身も経験し、そして皆さんも経験することだと思うんですけど、私たち救われているクリスチャン、救われているのに否定的な人ってどうですか？周り見なくていいです救われてもなお否定的な場合が私たちありますよね。もうずっと否定的なんです。救われて何年経っても何年経っても何年経っても思考が変わらないんです。救われてるんです。でも不思議なことに、救われてないのに前向きな人っていっぱいいるんです救われてないのに前向きですごく物事を成し遂げていく人たちって世の中いっぱいあるんです。なので私たちは救われてるので、もっと思いも変えられる必要があります。救い、創造という言葉は全方角的に対する救いです。全領域に対する救い、ギリシャ語で創造という言葉が使われています。これはただ霊の救い、私たちが地獄から天国に行く、これが一番の偉大な恵みです。でもそれだけで終わりではありません。実は創造という言葉の中にはマインド、思いも救われる、思いが変えられるんです。心が変えられるんです。肉体が癒されるんです。私たちが関わる全領域に回復がもたらされるんです。イエス様の救いの中にはそれら全部がパッケージで入っていることを感謝いたします。もし皆さん何かもうリゾート、そのパッケージをもらいました、でも私はこのベッドだけ使えばいいんですっていう人いますか？食事に行くこともできる、そのリゾートホテル何でも味わうことができる、地域を散歩することもできる、もう全てのものはパッケージの中に入っているんです。でも3日間のその旅行、私はこのベッドだけで構いません。ここさえ使えたら満足なんです。私たちの信仰生活はまるでそのようなもんです。皆さんもったいないと思いませんか？全部味わうことができるんですよ。それなのに一部分しか使ってないんです。イエス様の救いの中には全部が含まれています。思いを変え、心を変えてくださるお方です。なのでそれを意図的に私は自分自身に教えます。朝起き、まずはひれ伏して祈ります。主よ、今日もあなたが主です。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしぐらいで時々寝てしまうんです。力を尽くしなのに力尽きてしまうんです主を愛しなさい。そして一日が始まります。朝3時に起きるんです。そして4時に教会に来ます。時には皆さん12時に寝ることがあるんです。12時に寝ても3時に起きます。なので頭が本当におかしくなりそうになる時があるんですね。で歯を磨きながら
最近するのは毎日笑うんです。ちょっともう頭がおかしくなり始めて用意しながらもう鏡の前で笑うんです。そして自分にこう言います。この表現だけ聞くと予的な表現に聞こえるんですけど、本当にこう言うんです。今日も最高に幸せに生きることができるって言うんです。私には今日も最高に幸せに生きる権利がある、そう言います。その理由も言います。なぜならイエス・キリストにおいて私の名は天に記されている。これに勝ることは他にはない。だから一日そのことを思い巡らし、どれだけ感謝しても感謝しきれない一日が今日も与えられている。だから私はこの一日中主を見上げ、一日中主に感謝し、今日も最高に祝福されたものとして、幸せなものとして生きることができることを感謝します。そして鏡見ながら笑います。力が湧いてくるんです。ぜひ皆さんやってみてください。自分に教えるんです。私たちは福音を伝えることは重要なんですけど、もっと重要なのは自分自身の魂に福音を伝えることです。御言葉を述べ伝えること重要です。でももっと大切なのは自分自身に御言葉を述べ伝えることです。その時それが溢れて今度人々に及んでいきます。そして私たちは最低でもみんな牧者として召され、教師として召され、預言者として召されています。福音伝道者として皆さん全員が召されています。最低でも自分自身の魂に対しては私たちはその責任があります。自分に対する福音宣教者になりましょう。毎日イエス様の十字架の救いを自分の魂に教えようではありませんか。そして皆さん、私たちは自分の魂に対するワーシップリーダーです。賛美をリーダーが立った時に賛美するのではなく、ダビデが言ったように、我が魂よ主を褒めたたえよ。自分の魂を引き連れて主を賛美し礼拝しようでありませんか。自分の魂に対する教師です。私たちは御言葉を自分の魂に教えることができます。私たちは自分の魂人生に対する預言者です。私たちが語ること、私たちが信じること、それが私たちの人生の形になっていきます。私たちが毎日使う言葉はこれは預言的な宣言なんです。なので私たちは毎日毎日自分自身の預言者として信仰の言葉を宣言しようでありませんか。その時必ずその実を結ぶようになります。笑顔をしてみてください。笑顔、その時にですね、セロトニンっていうのが出るんです。そして健康になるんです。私はそういうことをですね、最近学びました。人が何か怒ったり嫌な思いしたり、何か感情的に何かこうなる時にはコルチゾールっていうですね、成分が頭から出るんですね。そしてそれは瞬発的な力をもたらすんです。例えば何かが来て避けるとかですね、何かこう瞬発的な力によって体に動くんですけど、瞬発力と同時にそれは破壊的な力ももたらすんです。なのでコルチゾールが出続けると人は鬱になります。そして体が病気になります。なのでですね、90秒間出るらしいんです。大切なのは90秒です。皆さん、その90秒で勝利するなら私たちは打ち勝つことができるんです。でもその90秒の間に怒りを爆発させ、それに反応するならもっとコルチゾールに満たされることになるんです。なので怒りがやってきた、何かもう口から出そうだ、その時には90秒休みますって言いましょう。時間計るんです。そして90秒間主を礼拝するんです。主よ、この90秒はあなたを礼拝する時間にします。怒りの代わりにあなたを褒めたたえます。あなたに感謝捧げます。この時御言葉を蓄えている人たちは幸いです。その時御言葉が湧いてくるんです。90秒間怒りを思い巡らす代わりに御言葉を黙想し告白します。その時に主が思いと心を支配してくださいます。なので大切なのは皆さん90秒です。夫婦の間で問題があった時、90秒間停戦しようって言ってくださいこの90秒間はお休み、90秒間は主を褒めたたえます。そして90秒後また回戦してください。でも私たちがそのように主を礼拝し褒めたたえ感謝するときに、セロトニンっていうものが出るんですね。それは私たちを健康にするんです。私たちはそのように作られたんです。主は天地を創造したとき難しい顔で作ったんですか。あ、しんどい、難しい、そうでは、ね、ありません。箴言8章を読むと、喜びながら作ったんです。人の子たちを楽しんだ、
御座の前には永遠の悩みがあるんですか？詩編にはっきりと書かれています。御座の前には永遠の楽しみがあります。なので心に憂いがある人は顔色が悪くなる。しかし心に喜びがある人にとっては毎日が宴会のようである。皆さん宴会のように行きましょう。もう毎朝宴会するんです、鏡の前で。今日も私は本当に主に愛されている。主が私の味方であるなら何が敵対することができるだろうか。私の名前は天に書き記されている。今日も宴会だ。主に感謝して生きるんです。100歳を超える人たちをあるこの研究者が研究したんです。100歳超える人たち、その特徴を調べたら一切同じテーマがなかったんです。健康に気を使っている人もいれば、ほとんどの人は健康に気を使ってない人たちだったんです。で、驚くことにドクターペッパー毎日2本飲むおばあちゃんがいたんです。あの炭酸の砂糖のめちゃくちゃ入ったもの毎日2本必ず朝そして午後飲む。そして医者がもう注意するんです。その70代80代の頃からそれを飲んだら早死にします、やめなさい。しかしおばあちゃんが言うんです。私に注意した医者は3人すでに死にましたと。私の方が長生きしていると。なんとその100歳以上生きた人たちの一つのこの何か共通性というのがなかったんです。ただ一つだけ共通するものがあったんです。めちゃくちゃ明るいってことでした。とにかく明るい、とにかく何か問題があってもいちいち気にせず明るいんです。その時に皆さん健康のもうこのホルモンが分泌されるんです。明るくいきましょう。喜んでいきましょう。それが私たちに与えられているキリストにある生き方です。いつも悩んでいなさい、難しい顔をしなさい、しぼんでいきなさい。それが主の願いですか？そんなことありません。いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、全てについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神が願っておられる生き方です。なので今日一日の業務が大変だという朝でも、私はその2時間3時間しか寝れなくて3時に起きた時でも言います。自分の魂にこれは強制されてやっていることではなく自ら進んでやっていることです。主の前に進み出て祈ることは私にとって喜びであり特権であり恵みです。これ本当に素晴らしいプレゼントです。まあ、自分でこういうこと言ったんです。ちょっとあの主の前だけのギャグだったんですけど、何か公で今言うことになってしまったんですけど、はい、あのこれちょっと全然面白くないんですけど主に言いました。本当に言ったんです。あなたのプレゼンスはプレゼントですとですね。全然わかんないですよね。あのプレゼンスっていうのは臨在です。主のプレゼンスは私にとってのプレゼントです。はい、ちょっとよくわからない、でも本当に言ったので言いました。まあ、とにかく主の臨在、あなたのプレゼンス、それは私にとってプレゼント、恵みです。その恵みを受けるために眠りを捧げても主よあなたの前に行きます。そうです。なのでぜひ皆さん、私たちは主に与えられた人生もう無駄に浪費するのやめましょう。悩みのために使う時間残ってません。いっぱい悩みなさいって聖書書いてますか？もちろんあのヤコブ泣きなさいって言ってるんです。しかしそれは私たちの悔い改めの姿勢です。悔い改めるときに、あの皆さんこれ笑う喜ぶっていうのは何にも無視するってことじゃないんですよ。問題があるのに、ああ問題は別に無視して笑おうっていうわけではありません。悔い改めるべきことは悔い改めます。でも私たちはその囚われから解放されていつも喜んで生きる、それが主の願いであることを覚えたいと願います。なのでですね、本当に主の願いは私たちが喜んで生きるようになることです。そのことを毎日毎日続けていこうではありませんか。朝起きたら主に感謝しましょう。もう感謝しきれないほどの感謝をイエス様与えてくださいました。もう人生かけても感謝しきれないので永遠という時間用意してくださってるんです。永遠かけても感謝しきれない感謝、賛美しきれない賛美をイエス様は十字架を通して私たちに与えてくださったんです。だから自分の魂に言ってください。私のためにもう悩みの時間は残ってないと。主は何て言ってますか？心配ごと委ねなさい、私が代わりに心配する。そのように言ってくださっていることを感謝します。
フィリピの手紙においてあなたの願い、思い、全部を感謝を持って主に捧げなさい。そうすれば主の平安があなたの思いと心を守ってくださる。リビングバイブル訳にはボディーガードが配備につくように、平安があなたの思いと心を支配し守るようになる、そのように書かれていることを感謝します。神の平安がボディーガードです。私たちの人生を主の平安が取り囲んでます。なので最後まとめます。自分の良い先生になりましょう。自分の良い教師になりましょう。まあ第二礼拝でこういうこと言ってよくわからないなと思ったんですけど、第三礼拝でももう一回繰り返して言いたいと思うんです。皆さん、自分と、まあ、自分の良いパートナーに、これはまあ表現はあれなんですけど、自分と結婚するかのように良いパートナーになりましょう。アメン。例えばパートナー同士で本当に励まし合いますね。あなたは素晴らしい、あ、本当にあなたにはこういう良さがある、励まします。でもいつも人が自分にそう言ってくれるわけではないんです。時には私たちは気落ちします。理解されないという痛みがあります。しかし最低でも一人、主ご自身は私たちを理解してくださっています。自分で自分を信じられない時でさえ、他の人が誰も信じてくれない時でさえ、主は私たちを信じてくださっています。そしてこのお方が命を投げ出したほどに私のことを愛してくださったんです。だから私は自分によく言うんです。主は私のこと大好きです。なぜなら命かけるほどに主が私のことを愛してくださっているからです。主が大好きな私も自分のこと大好きになります。これは正しい主にある愛です。間違った自己愛ではなく、主にある正しいアイデンティティです。このアイデンティティを持たなければ皆さん主の戒め行えません。なぜなら自分自身を愛するように他の人を愛しなさい。自分のことを憎んでいるのに他の人を愛することできないんです。なのでキリストにある愛を知るとき、そしてキリストにあって正しく自分を愛するとき、今度人々を正しく愛することができるようになることを感謝します。なので自分に言ってあげてください。私あなたのこと大好きだよと。言いづらそうですね、なんか私あなたのことが本当に大好きなんだと。なぜならイエス様が命を懸けたほどの存在だから。今はいろんな足りなさがあっても信じてる。なぜなら神が共におられるから、必ず乗り越えていくことができる、必ず勝利していくことができる、必ず一歩一歩でも変えられていくことができる。神が信じているあなたを、私も自分自身を信じます。そのように自分の魂に客観的に言ってあげてください。そうするときその言葉は蓄積され、今度は人に出てきます。人を祝福することができるようになるんです。そうなったら皆さん、なんて素晴らしい人間関係ができることでしょうか。私たちの毎日はなんて喜ばしいことでしょうか。試練がないわけでありません。問題がないわけでありません。しかしそのただ中で私たちは主を喜ぶものとして生きることができることを感謝します。残りの人生を毎日そう生きたいと願います。今日このハヌカの祭りにおいて、宮清め、正しい身分、正しい身分、正しいアイデンティティ、正しい価値観、それが私たちの中に回復しますように。私たちは主の宮、美しく作られた存在、イエス様が住まわれるそのものであることを感謝いたします。お祈りいたします。天の地なる神様、ありがとうございます。本当に今日このことを悔い改めます。それはあんまりにも私たちが世の思いと同化して心が沈み込んでいたということです。終わりの時代の一つの象徴的な姿は、この世の思い煩いのために心が沈み込むということです。主よ、私は今日ヘレニズムの文化を聞きました。世の流れを聞きました。自分の中にそのようなギリシャの文化、ヘレニズムの文化、世の文化を招き入れたために、私の宮が偶像で満ち、そこから喜びが失われ、主よ、あなたに対する信仰や主を愛する思いが消えていたことを、主よ、許してください。今日御言葉を持って私を洗い清めてください。聖霊の火によって脱穀場の隅々まで焼き尽くしてください。そして考えにおいても、あんまりにも否定的で不信仰で、そして物事を曲がって批判的で攻撃的に見る、そのような考えや心を私の中から取り除いてください。主よ、私の思いと心にあなたの喜びを与えてくださいますように。毎日毎日その十字架を見上げ、贖いの技を思い巡らし、主はあなたに感謝して生きるそのものであることができますように。体を
本当にまっすぐにし、頭を上げ、頭なるキリストをあなたに従い生きる私たちとしてくださることを感謝いたします。今しばらく立ち上がり、それぞれ祈ってまいりましょう。主よ、私の心と思いを主に捧げます。どうか私の心と思い、この主の宮をあなたが清めてください。このハヌカの祭りの時に、主よ、あなたの御言葉、真理を持って、聖霊の光を持って私を作り変えてくださり、本来のアイデンティティが、本来の神にある価値観が私の中に回復しますように、それぞれ主の御前に祈ってまいりましょう。主よ、叫び声を上げて一緒に祈ってまいりましょう。はい、主よ、今日もう一つのことを決心しましょう。本当にこのマカベアが立ち上がり回復したように、私も自分の魂にとってそのように勇敢に立ち上がる勇士となります。多くの場合私たちは言うんです。誰かがやってくれたらこうなるのに、教会がやってくれたらこうなるのに、牧師がやってくれたら、リーダーがやってくれたら、他の人がやってくれたら変わることができる。そうではありません。主は私たちが立ち上がることを待っておられます。自分が変わる権限を主は私たちに与えてくださいました。私たちはこの自分に与えられた人生を治めるものになることができることを感謝いたします。私の人生の牧者になることができ、私の人生の福音宣教者になることができ、私の人生に対して御言葉を教える教師になることができ、私の人生を正しく主の方向に導く預言者になることができます。主よ、今日折れ曲がってしまった自分自身のその価値観が立ち直されますように、私に対して責任を持つものとさせてください。自分自身に対しての良きパートナーとなり、我が魂を主を褒めたたえよう。本当に自分の心を鼓舞して主の前に引き連れていく、そのような私の中に正しい意志が回復しますように。今それぞれ自分の思いと心に手を置いて一緒に主の前に祈っていきましょう。主よ、今日決心します。私の人生に責任を持ちます。私の人生に対する牧者となり、教師となります。預言者となり、宣言者となります。そのようにそれぞれ宣言し、告白し、主の御前に祈ってまいりましょう。主よ、叫んでになります。はい、主よ、主よ、この人生をあなたに捧げ、あなたにあってこの人生に責任を持ちます。自分の魂に福音を伝えます。自分の人生に御言葉を巻きます。主よ、預言的な宣言を持って信仰の告白を自分の人生に宣言していきます。もう一つのことを祈ります。ぜひ本当にこの女性はすでに大きな祝福を受けています。しかし男性のために祈りましょう。もちろん男性も素晴らしい祝福を持っています。しかし男性が男性としてしっかりと立つことができますように、教会の男性たちの中にキリストにある男らしさ、キリストにある本当に男性としての力強さが回復していきますように、固く立つ勇士として主の心を行っていくことができますように。本当にこの男性たち、主の御前に手を挙げて祈りましょう。主よ、どうか私を固く立って、ヨシアやダビデのように主の心を最後まで本当に行っていく、そのものとなることができますように、私の中に回復を与えてください。主の前に祈りたいと思いますけど、女性の皆さんもサポートしてお祈りください。しかし男性の皆さん、力の限り時の声を上げていきましょう。主が大きくあれ、強くあれ、そのように言ってくださる言葉を受け取り、このマカベアが立ち上がったこのハヌカの祭りにおいて、私も立ち上がります。御言葉と信仰、剣と
約束を持って私は立ち上がります。最後まで戦い抜き、私の弱さに打ち勝ち、キリストの王国として私の人生を主にお捧げいたします。では共に主よ叫び声を上げて、南西の皆さん声を上げ、主の御前に祈っていきたいと願います。一緒に祈ってまいりましょう。はい、主よ
ちは力強く主に栄光を返しする意味でハレルヤを捧げていきたいと思います。願います。アメン。では捧げていきましょう。3、はい、ハレルヤー。アメン。全ての栄光が主にありますように。アメン。ぜひ隣の人に強くありましょう、惜しくありましょうと挨拶して、この礼拝を閉じていきましょう。感謝します。